こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。12月最初の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。2023年ももう一月もなく終わるということで、本当に信じられないですね。毎年言ってるとは思うんですが、今年は特に信じられない。いやー、終わるのか。なんか2023は夏が暑かったなという記憶しか振り返ると出てこないんですが、あれから時が経ち、すっかり寒いんですけれども、まあ、寒いの苦手なんですけれども、冬はね、晴れの日、東京よく晴れるなと、それで夕方になると夕焼けがね綺麗に見える日が多いなと最近感じていて、そういういいところはあるかなと思うんですが、まああとやっぱり12月はクリスマスもあるので、もう11月の終わりぐらいから私はクリスマスソングを、何が楽しいのかわからないですけど、家に流して浮かれた気分になっていますが、一方で仕事もしています。最近はですね、先週ですか、珍しく土日続けてイベントのお仕事、人前に立つお仕事があってですね、まあだから一日中仕事してましたね。週末ずっと働いてて、まず土曜日帰りで、福岡小倉の方へ、行きまして、何のためかというと、ウィンドブレーカーというアニメがあって、それの宣伝で、でその KPF っていう、僕初めて行ったんですけど、北九州のアニメだけじゃないのか、アニメ関連の大きなイベントがあって、その一部として、行かせてもらったんですが、KPF 初めてだったんですけど、会場ついて日程表というか裏入って、こうステージ、一覧表みたいのが楽屋に貼ってあったんで、それ見たら、あ、結構、知ってる人、来るんだなって、あの人もこの人もこれから来るんだとか、そういう風にね、あ、たくさん人が来てるんだなと思ったし、まあ、あの仕事の方はつつがなく、ちゃんとやることができたんですが、まあ、日帰りだったのでね、観光とかそういうことは特になかったものの、仕事終わりまして、あ、無事終わったなと、ステージ、ちゃんとできたんじゃないかということで、終わって移動まで、飛行機乗るために空港まで行くまで、結構時間が空いてたので、どうしようかって、その東京のいる頃から前々から言ってはいたんですけれども、急遽駆け込みでうなぎ食べに行くことができて、まあ明日次の日もイベントなので、まあ、飲むつもりは一切なかったんですけれども、その最初に肝焼きをいただきまして、まあ、うなぎの肝をこう串に何個も刺して、あれ僕好きでいつも頼むんですけども、肝焼きを食べたらちょっと美味しすぎて、気づいたら日本酒くださいって言っていて1合ほどいただきまして、で肝焼きの後に、まあ、そんで白焼きセットを、ご飯セットでいただいて、僕は白焼きが好きで、白焼きっていうのはタレがないんですね。でうなぎ好きってよく言ってるんですけど、その蒲焼きで食べるんじゃなくて、大体白焼きで頼むようにしていて、だから要は塩とかお醤油とかでつけて食べるのが美味しいんですけど、それもいただきまして、まあ、日本酒も飲み、一合を飲んで、その後ちょっとハイボールもいただいたんですけれども、まあ、急ピッチに飲酒を進めてですね、でも、帰りの飛行機ではですね、寝てしまうかと思えばそうではなくてですね、次の日の、ブルーロックっていうアニメのイベントだったので、スマートフォンでそのブルーロックのアニメの方の見てない話数があったので、それをひたすら最終回まで見て、東京まで戻ってくるというですね、まあもう公私ともに順調という感じで、そんな土曜で、で次の日日曜、今度は朝一で立川の方へ、行きまして、先ほど言ったブルーロックっていうサッカーの、漫画アニメのイベントに出演ということで、まあ、こちらも、昼夜無事イベント終わってという感じだったんですけども、こっちは会場入ったらもう電波が全然入んないというか、入ってるような感じするんだけど繋がんないみたいな感じで、あれみたいな、で Wi-Fi もなくて、待ち時間やることが本当になくてですね、
どうしよう、もう国語を眺めるって感じだったんですけど、だからしょうがないので差し入れとかいただいていたのがいくつも廊下に並んでたり、ケータリングとかのものもあったので、はい、お菓子とかを片っ端からもう食べて、もう全種類食べる勢いで食べて、そんな感じで時間をやり過ごして、お仕事無事土日やって終わったという先週でございました。そんな感じで12月ね、なんとかやって2023年を締めくくろうと思っています。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム、毎日がチートデーさんからいただきました。千葉県の方。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。先日スクラップのオンライン脱出ゲームサーチアカウントをプレイしました。 SNS を駆使して事件を操作するというシナリオで、思わぬところで点と点がつながっていく感覚にゾクゾクしました。以前映画サーチのお話をされていた内山さんにぜひおすすめしたい公演です。サーチありましたね。パソコンとか、携帯とか、そういういわゆるいろんなこう電子機器の画面をの中を描くだけで映画をの話を進めていくっていう画期的な手法の映画でしたけれども、また、内山さんは旧ツイッターやインスタグラム等などあまり利用されているイメージがありませんが、最近の SNS 事情はいかがでしょうか。寒暖差の激しい時期ですが、どうぞご自愛ください。これからも番組楽しみにしております。スクラップオンライン脱出ゲームサーチアカウントが面白いそうですが、オンライン脱出ゲームはあんまりやってないけど、今年はね久々に、脱出ゲームは行くことができて、とっても嬉しかったですね。また行きたいなと思いますけど、そして旧ツイッターやインスタグラム等最近の SNS 事情、 SNS は、見てますね相変わらず。何のためかっていうと、なんか何らかの情報収集的に、海外サッカーとか映画の情報とか、音楽 K-POP の情報とか、そういう情報を集めるのに便利ですね。映画で言うと、例えば古い映画のブルーレイリマスター出ると片っ端から買うんですけど、それが発売されるよとか、これがまた新しく、綺麗になって出るよとかっていう情報もね、早く手に入れられるし、あとそのいろんな、まあ日本で発売されるものに限らず海外のものも含めて、そういうデジタルリマスター 4K リマスター出たけど画像を比較するとうまくいってないよとか、うまくいってるよとか、そういうこうコレクター目線というかマニアックな人たちがいろいろこう情報を上げてるとか、自分の意見言ってるやつとかも見て、ああなるほど、じゃあ買うかとか、じゃあちょっと今はステイで様子見守ろうかとか、そういう判断することにおいても使ってますね。便利ですね。こういろんな人がいろんな角度から情報をくれると、まあ多角的に判断できて、いろいろ便利かなと思っています。ラジオネームリーサさんからいただきました。19歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。最近は寒暖差が激しく、もうみんな寒暖差気にしてくれてるな。もうもはや寒しかないですけどね、最近は。でも冬のあるあるですけど、外寒いけど地下入るとみたいなね、確かに寒暖差、なんていうか人工的な寒暖差はありますね。最近は寒暖差が激しくなっておりますが、体調など崩されていませんでしょうか。私事ですが、先日韓国旅行に行ってまいりました。韓国では日本よりもかなり寒くなっており、街を歩く人はみんなダウンコートを装備しており、日本に戻ったら暖かくてびっくりしました。この番組に出てきたタンフルを食べる機会は残念ながらなかったのですが、カンジャンケジャン生の渡りガニの醤油漬けがかなり美味しかったので、ぜひ現在韓国ブーム到来中の内山さんにも食べていただきたいと思いメールを書いています。忘年会シーズンも近づいてきましたので、ワンクールの忘年会でカンジャンケジャンいかがでしょうか。内田社長、ご検討のほどよろしくお願いいたします。内田社長というのはこの番組のプロデューサーの内田さんですね。文化放送エクステンドの社長で
荒らせられるいらっしゃる方ですけれども、ワンクール、この番組はもう463回目ですけれども、忘年会等々の、季節イベント、定期的な集まりっていうのがまあ皆無なので、食事会もないので、うん、忘年会はないです、終わったらすぐ帰ります。ただ、あの、内田社長って書いていらっしゃるけれども、文化放送エクステンドさんは忘年会とかそういう定期的な集まりやる、活発にやられてるそうで、社員の方々も楽しみにされているという情報を打ち合わせで入手しました。明るく楽しい、働きやすい職場だそうで、いい会社みたいですよ。さて、カンジャンケジャンがかなり美味しかったと。カンジャンケジャンは、生のワタリガニの醤油漬けだそうですが、前に、何年前かな、もう何年も前に食べたことがあります。美味しかったです。なんかね、お店で食べたのかな、こう手袋してこう分解していってたような記憶があります。結構素手でやっちゃうと手汚れたりするので、手袋つけて分解して、もうひたすら黙々と食べた記憶がありますね。で、あとカニで言うと、上海ガニ、僕は何度か、ね、食べたことがあるんですけど、去年が確か食べそびれていて、今年は、今シーズンは上海ガニ食べることができたので嬉しかったです。まあ、カニはね、美味しいし、いろんな、種類のカニがあって、それぞれにね、その良さがあるし、食べ方もね、こうやって醤油漬けとかいろいろあるから、本当魅力的な食材ですね。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り、引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてのコーナーはこちら、内山さんこれ買いです。このコーナーは、買い物をあまりしない、買いたいものがない内山聖輝に、リスナーから買いな商品をおすすめしていただくコーナーです。リスナーの皆さんが買ってよかったもの、内山聖輝が買うと良いのではないかと思う商品の情報を番組まで送っていただいています。読みます。ラジオネーム、深夜鉄棒で逆上がりさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私のおすすめする商品は RK のカーボネーター3です。ワンツー知らなかったな、いつの間に3まで来てたんだ。リンクも貼っていただいていて、こちらの商品ですが、炭酸メーカーです。スタイリッシュな見た目もあり、とても気に入って使っています。ああ、実際にカーボネーター3使われていると。内山さんは夏に炭酸水をよく飲んだとおっしゃっていたり、定期的に液体を混ぜるのにハマっていらっしゃるようなので、ぜひ購入検討いただければと思いメールしました。炭酸は夏だと春夏秋冬いつでも飲んでます。何より新鮮で冷たい炭酸水を自分の好きな炭酸の強さで飲めることが強みだと思います。炭酸の強さも調節できるんだ。私はよくレモネードで飲んだり、リンゴ酢と割って飲んでいます。あ、なんかヘルシーですね。別売りの炭酸ボンベを自分で購入する必要がありますが、小さいボンベであれば近くの酒屋さんや業務用スーパー、アマゾンなどで取り扱いがあります。またボンベは 5,6 千円ほどで半年から1年ほど持つので、コスパもいいかと思います。冬になり炭酸を飲む機会も減るからいらないなと言われそうですが、冬も炭酸飲みますよ。よければぜひ購入検討いただければ幸いです。あーで、リンク先の画像がこちら、今手元で見れているんですが、 RK カーボネーター3、おー、あ、ちゃんと結構ね、しっかりした値段ですね。専用ペットボトル付き、スタイリッシュなカーボネーター2、やっぱ2あったんだ。デザインを踏襲しながらも、機能を改良し、より安定した炭酸水作りが楽しめるようになったステンレスのんちゃらかんちゃら、改良でコントロールし、エコロジーの観点をああしてこうして、難しい。
でもなんかね、確かにスタイリッシュなコーヒーショップに置いてありそうなデザインですけれどもね、これで炭酸水を作れると、レモネードで飲んだりリンゴ酢と割って飲んでいると。なるほど、炭酸水は確かに僕も、よく飲むし、お酒と混ぜて、カクテル作るのにも便利ですし、というので箱で、ガガッといつも買って家にそれを置いていて、だからいつもあるようにはなっているんですけれども、確かにそのデメリットもあって、例えばこう宅配ボックスとかに置いたものを下から運んでくるっていうのがね、ちょっと手間だなとは思っていたので、これにすればちょっとそこら辺は解消できそうだなと思うんですが、運ぶ面倒さもありつつ、そのまた反対側のメリットとしては、まあそれはそうだろうって話ですけれども、ペットボトルで来たやつだったら開けてすぐもうファッて入れられるし、開けてすぐ飲めるっていう便利さと、こう作るっていう、まあこう3まで来てるんで簡単にさっと作れるんでしょうけれども、作るのかっていうのがね、ちょっと重くのしかかってきてますね。まあハイボール飲みたいな、ウイスキー用意して氷入れて、あ、そっか炭酸作んのか、あれ、あしてこうしてって、まあ、簡単なんでしょうけどね、そういう図が思い浮かぶので、それをこうペットボトルの蓋ファッて開けたらいけるっていうのは早いのかなと、今のこうパッと説明聞いた印象では思ってしまうんですけれども、どうでしょうか。こういう商品があるそうです。ラジオネームのぞみさんからいただきました。25歳東京都の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。内山さんはこういった商品リンク先参照を使用されたことありますでしょうか。こちらは強力でありながら繰り返し使用可能な両面テープです。両面テープ、木製やタイル、プラスチックなど多くの素材に対応しています。私は例えば添付した写真のように、写真も添付してくれてるんだ、キッチンの壁にティッシュの箱を貼り付けるなど、キッチンの壁にティッシュの箱を、主に浮かせる収納に使用しています。自分の生活動線に自由に必要なものを配置することができ、限られたスペースを有効活用できるためとても重宝しています。家具やマットの滑り止め、災害対策などアイデア次第で使い方は広がります。私はまだ使い切ってないので、やったことはないのですが、洗えば繰り返し使えるみたいなので、一つ買っておけば長く使えます。へえ。なのにお値段は1,000円台。ほう、内山さんが少しでも興味を持ってくださったら嬉しいです、ということで、繰り返し使用できる両面テープ、いろいろな素材に貼ることができると。で、写真も添付してくれていて、確かにこちら今見ている写真がボックスティッシュを、おそらくは、あ、ここも書いてくれてる通りキッチンの壁にね貼っていらっしゃるんですね。でリンクもつけてくれていて、両面テープ、強力両面テープ、あー、確かにマット、絨毯、カーペットに貼ってこうずれないようにするという、使用方法で使ってるみたいですね。なるほどね。どうかな。まあ、だからキッチンにこういろいろこうね貼り付ける型のこう吸盤みたいになってるのもありますよね。この調理器具をいろいろ引き出しにしまっちゃうとパッとこう出せないから、すぐこう手を伸ばせばそこにあるようにいろいろこう貼っておくのは見ますよね。ああ、スマホにを使ったりっていうのもあるんだ。はあ、その発想はなかったな。まあでもそのキッチンにいろいろこうつけたいっていうのは料理する人の発想であってね、僕は料理を本当にしないというかできないというかやらないので何もいらないんですよね。貼り付ける必要がない。だから限られたスペースも何も有効活用していないので、冷蔵庫も、ま、それなりのやつがあるんですけど、高機能なのか、この引き出し何に使うのか分かんないから、何も入ってなくてただ無を冷やし続けてるゾーン、あれもったい、なんか冷凍のなんかだっていうのは覚えてるんですけど、冷凍庫はちゃんとあるから冷凍だけど何とかみたいな、
無を冷やしてるけど何を入れていいか分かんないのがあって、その低たらくなので、だからまあ家具、マット、滑り止め、そうね、大丈夫そうかな。災害対策は分かりますけどね。あのこの手のやつで言うと、これとは違うと思うんですけど、やっぱり家具の滑り止めだったと思うんですが、もうずいぶん昔引っ越しの時、テレビをあのテレビ台から動かさなきゃってなって、それでもすごいもう引っ越し前日ギリギリ朝方とかだったのかな、で動かそうってなったら、その過去の自分が気を利かせて、まあ、滑り止めってことでテレビをテレビ台の置くんだけど、そのテレビの足の下にこの手のこうくっつくやつを貼っていて、その強力でそれが剥がれんでなって、これ引っ越し屋さん来てどうすんのみたいな、うわんってやってもダメで、どうなんか調べたのかな、なんかどうにかこうにか何かを挟み込んで、えいやってやって剥がした記憶があります。もうあれから随分時が経ちましたね、もう今や2023年ですということで、大丈夫そうです今のところ、でもこういう商品が両面テープだそうです。ラジオネーム葵さんからいただきました。21歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。内山さんにぜひ試していただきたいものがあり、今回初めてメールを送らせていただきました。突然ですが、内山さんはアウトドアなどお好きでしょうか？好きに思えますか？アウトドアの話しましたか？ちょっとない、アウトドア要素ないですね。そこでアウトドアさんにおすすめな調味料をご紹介させていただきます。あ、そういうことか。もう内山はどうせさっきみたいなこと言うだろうということで、内山はいいからアウトドアさんにおすすめな調味料をご紹介させていただきます。アウトドアさん、それはホリニシスパイスというものです。このスパイスの原材料がガーリック、黒胡椒、粉末醤油、赤唐辛子、レッドペッパーなどなど、少しスパイシーな味のするスパイスになります。だいぶスパイシーな感じもするけどね。私のお家ではこのスパイスが万能調味料で、何でもかんでもかけて食べます。へえ。ご飯の上にかけても美味しいです。めちゃくちゃ美味しいので、ぜひぜひ買って試してみてください。平和なお便りだったな。ということで、堀西スパイス、アウトドアにおすすめっていうのはなんだろうね、だから原材料を見るとガーリックもあるし、黒胡椒もあるし、塩分醤油も入ってるし、唐辛子もあるしっていうので、そういうこう味付けとしてこれいっときゃご飯にかけてもいけるわけだから、なんかとりあえずこれかけときゃな成立するっていうことで、おすすめってことなんですかね。堀西スパイス、まあそうね、ご飯の上にかけてお家でもいいよということなんですけれども、まあ、アウトドアはしないし、だし、あとは家で食べるとしてもですね、僕は辛いの食べないので、まあ、どれほどその唐辛子効いてるかとか、黒胡椒効いてるか、ペッパー効いてるか分かんないんですけれども、あの辛いの普段食べないようにしてるので、だからそうね、使いどころがないですかね。ちょっといいスパイスなんだろうけど、私は使わないですかね、堀西スパイス。ただガーリック、黒胡椒、醤油、赤唐辛子、レッドペッパー、なんかこう無敵感はすごいですね。なんかこう食欲をそそるんだろうなという感じはすごいするので、よかったら調べてみてください。堀西スパイスだそうです。ということで、何も買ってはいませんが、引き続きリスナーの皆様からの買いな商品のおすすめお待ちしているそうです。以上、内山さんこれ買いですでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。
ここで番組から大事なお知らせです。久々にふつおたスペシャルやります。誰が待ってたんだ。ふつおたスペシャル説明しよう。ふつおたスペシャルとは、内山聖輝に聞きたいことをメールに書いて送ってきてもらって、そのメールだけで構成して、約30分間を埋めようという、まあ何ですかね、リスナー任せのスペシャルになっています。こちらですね、まあ、内山聖輝に聞きたいことということで、あの普段ふつおたくださる際はいろいろこう自分の身の回りでとか、こういうことあったよとか、こういうのが今世間であるらしいですよっていう、まあ枕をつけていただいて、そこから内山さんどうですかっていうふうに構成してくださってる場合が多いと思うんですが、皆さんいろいろ工夫して書いてくれてると思うんですけれども、今回に限っては、まあいつも別にいいんですけれども、今回はいつにも増して質問のみでも OK ですと。もう前置きはいらん、なんとかかんとかクエスチョンでいいよという、1文2文でも全然いいし、まあいろいろ書いてもらっても大丈夫、まあ自由だということでやってみようと思います。まあ僕もね、普通の人間ですから答えられる範囲で答えていこうと思いますが、こちらいつやるのかというと12月24日の放送です。クリスマスですね。クリスマススペシャル、各番組いろいろね工夫を凝らすと思うんですが、そういう時期に放送するのって、この番組我々はふつおたで勝負。他人任せ。自分たちで企画を考えられない。困ったもんですけれども、ふつおたでね我々は打って出ますよ。クリスマスはもう何年も前になんかクリスマスソングをひたすらかける回もねあったと思うんですけれども、そうではなくてですね、ふつおたで、ふつおたスペシャルの方は約3年ぶりだそうです。特にまたやってくださいというお便りもないんですが、こちらから歩み寄ってやろうということになりました。皆さんどしどし送ってください。よろしくお願いします。30分が埋まるのか心配です。ということで、番組ではふつおた以外にもメールを募集しています。現在募集中のコーナーは、皆さんがどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生、恋人や友人や知り合いなどとどこで出会ったのかを送っていただくここで出会いました、買い物をしない、買いたいものがない内山聖輝に買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです、10代から20代前半ヤングの皆さんから33歳の内山聖輝が知らなそうなことをクイズ形式で教えていただくクイズヤング、こちらは世代全体で流行っていることでも、自分の身の回りだけで流行っていることでも、どちらでも OK です。番組宛てのすべてのメールの宛先は one@joqr.net one@joqr.net、懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music など、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週、さよなら。